よし、やってみましょう。はい。途切れたまま。はい、ベラリーバでの2日目の朝もよく晴れていた。あ、気持ちのいい天気だ。うん、2日目ね。はい。街中を歩いていると客で溢れたカフェの前を通った、うん、みんな朝のコーヒーを手に持っている、うん、立ち止まってローストされたコーヒー豆と焼きたてのパンの香りを思い切り吸い込んだ。匂いだけですか？むせそうだけどね。中に入ろうとしたら、その隣のカフェカルメンズの店主が私を呼び止めた。うん、あんたマリア、うん、今日ここでチラシを配ってたよね。あ、昨日か、うん、頼みたい仕事があるんだけど、うん、どんだけ壊れたもんあるんだろうね、うん、店はこじんまりとしていて、あえて客に気づかれないようにしているのかと思うほど競合店の脇にひっそりと構えていた。うん、まあでもね、隠れた名店みたいなのありますよね。中は閑古鳥が鳴いていた、うん、客の方も実際店に気づいていないようだった。隠れすぎてるんですね、うん、今日の客足は鈍いけど、まだ開店したばかりだからね、すぐにお客さんも来るよ。カルメンは話しながらカウンターの向こうに行き、古いダイヤル式電話を持ってきた。まあ、時間はたっぷりあるからフェスティバル用のメニューでも練習するかな。スペシャルメニューを考えてるんだ。姉さんに電話してさ、ちょっとその味付けについて聞こうと思って、でも繋がらないんだ、うん、これ、どこが壊れてるか分かりそう、うん、まあ、直しましょう。うん、うん、これ基板ベル、これは何だろうね。ドライバーはまあ分かるとして、まあ、とりあえず分解するか。なんだ、受話器置く、受話器は置けんのか、取れんの、うん、買い替える余裕はないし、うん、すごい、よし、ちょっと止まらへん、うん、とりあえずドライバーで外します。はい、普段はもっと忙しいんだよ。うん、まあいいですよ、別にその事情はね、深く聞かないんで。はい、よし。あれ、ちょっとなんか操作が難しいな。刺して、くるくるっと。はい。これを刺し、くるくるね。よし。で、外せる？外れた。あ、こうなってんの？こっちは、ちょっと待って。これ持って、これ別に直すとこないことない、外側だけでしょ。あ、ちょっと待って、うわ消えた、あ、移動できん、あ、うん、ああ、そういうこと、まだ操作が慣れてないですね。よし、これをまず外す。よし、はい。電話の中身ってどんななってんだろう。結構ね、ちっちゃい頃僕もいろんなものを分解するのが好きだったんで、分解してましたけど、電話は分解したことないですね。電線をクリックしてツールボックスドラッグする、切り離。どういうこと？切り離せるってどういうこと？え？あ、違うな。これを変えないかんってことでしょ？こっちでしょ、だから。取れた。よし、これを変えるんだろうね、多分ね。こうして、ベルとこっちをつなぐ、線は傷んでないと、こうつなぐ、はあ、新しい基板は全部ちゃんとつながってるみたいだ、うん、あ、これも壊れてんな、回転、これこれ、よし、こっちね。ちょ、回してちゃんと。よし。こうして、外すでしょ？はい。部品があればね、直せますけどね、こうやってね。なんていうのかな。よし。
部品なない状態でどうやって直していくかだよね。じゃあこっちやな、先。大抵古いもんってそういう部品がないじゃないですか。よし、ね、よし、あとはネジ。そこをいかにこう他のなんか手元にあるもので代用していくかっていうのがね、それができたときは面白かったりするんですけど、よし、取り付ける部品がある。どこ行ったかな。ある？え、受話器ぐらいでしょ。で、ちょ、こっちか。で、これを、じゃあ、こっちを、これどこにつけるの？穴をた？ OK？ よし。直りました。電話を返そうとすると、カルメンはなんだか受け取りたくないように見えた。お金がないんじゃないの？これでもう治ったってこと？乾かすとか冷ますとかしなくていいの？大丈夫、すぐに使えるよ。おー、すぐに電話も鳴りやまなくなるだろうね。そんな嫌味言わんでも。電話料金を払えればの話だろうけどね。あと、家賃も、それに取引先と、ほら、ね、わかるじゃないですかね。そんな、そっと置いてね、お金だけもらって帰るんですよ、そういう時は。まあいいや、座ってよ、話そう、コーヒーをおごるよ、コーヒーで、あれやな、ごまかそうとしてるな。私は空いてるテーブルに着いた。カウンターではカルメンが電話のダイヤルを回していた。カルメン、もしもし、大好きな姉さんのご機嫌はいかが？飛ばしちゃった。カルメンは口を開くたびにどんどん口調がこわばっていた。料理のアドバイスを求めているようにはとても見えない。ほう、この間借りた分がまだあるのは分かってるよ。でも今払わないとフェスティバルに出店できなくなっちゃうの。借金してるんだね、お姉さんからも。電話の向こう側のやれやれという表情が見えるようだった。こっちに来てくれる？まあでもないからさ、小切手とかで送ってくれないかな。お金のね、無心をすると。そのための電話だったんだね。電話が終わり、カルメンは私にコーヒーを運んできた。でもその手は震えていた。ごめんね、姉さんが飛行機でこっちに来ることにしたって。準備しないと。お金持ってくるの？実はもう一つお願いしたい仕事があるの。明日また来れる？まあまあいいですよ。その前にお金をくださいよ、お金を。うわ、お金払ってくれへんかった。ねえ。よし。カメラっぽいな。ピントを合わせて。はい。翌日、カルメンのお姉さんが来るのに備えて、私はカフェの準備を手伝う約束をした。ホテルの部屋を出ようとしたその時、突然受付から電話が来た。どうやら泊まり客の一人が名指しで私に頼み事があるらしい。めっちゃ商売上手だよね、この人ね。こんなある？ほんと。仕事がいっぱい。どんな客だろう。ギシギシと音を立てるエレベーターで最上階まで登って、教えられた番号の部屋に向かった。ノックすると、カメラのことはわかるのかしら。お願いしたいのだけど、今日でもそのカルメンのところにもう一個仕事なかったっけ。これ お姉さんかな、もしかして。目の前にいる女性は完璧だった。髪はきちんとセットされて、服にはシワ一つない。妹に、やっぱお姉さんなんだ。修理が得意なんだって。いつもなら専門店に頼むところだけど、この町じゃ。そういう町なんだね。修理屋さんがない町なんだ。いいじゃないですか。すると、この人がカルメンのお姉さん。これだけ似てない姉妹も珍しい。いいじゃないですか、いろんなね、姉妹もいるでしょう、そら。部屋に入ると素敵な一眼レフがあった。プロの写真家が憧れるようなやつだ。適当やな。ファインダーを覗いても真っ暗なの。何も見えやしない。何がおかしいのか見てもらえない。再開。
ファインダー覗いても真っ暗。まあ、見ましょう。何これ。こうこうこうでしょ。だからこの部分がおかしいんじゃないの。フィルム変えんの。これでしょ。うん、もうさ、開くまでもなくさ、この修理の部品がある時点でさ、どこが悪いか分かっちゃうよね、これね。まあいいけど。まあ、直しますよ、直しますよ。うん。お金がもらえるんだったらね。まあお姉さんお金は持ってそうなんで。よし。もらえるでしょう、多分修理代は。よし。全部外すよ、とりあえず。日は同じっぽいからね。よし。よし。あとここ。あ、違う違う。いちいちこのドライバーを置かなくてもいいのにね。あと、あ、取った。あ、いいわ。分解していこう。これと、レンズ。よいしょ、うん。こういう高級品を修理した経験はないと思うけど。そのプレッシャーかけるのやめてくれ。変かな、ほんと。直してる途中でね。うん。直せますよ、別に。よし。はい。で、ドライバーを使えばミラーの角度を調整できる。はい。はい。え？これぐらい？これでいい。あ、こうだね。よし。で、完璧だ。これでファインダーが見えるようになった。うん。フィルムも変えるのかな？フィルムは入れたらいいだけか。よし。はい。な、このフィル、あ、ちょっと待って。なんで移動するの？フィルムはね、まあ、サービスしておきますんで。これ伸ばさなあかんのかな？よし。よし。ちょっと待って。あれ？ちょっと移動、あ、こうか。あれ？ちょっと外れへん。あった。よし。フィルムを置いて、ん？え？これ最初ちょっと引っ掛けんとあかんのちゃうの？これ昔ね、ありましたよ。親が持ってたカメラ。なんかこう。あ、これでいいのか。引っ張って引っ掛けるんですよね、これね。もう今はないもんね。使わへんもんね。このフィルム製のカメラとか。うん、で、これと、あとレンズか。こっちからひっくり返さんとか。よし。OK。で、もうネジをはめていけばいいでしょ。うん、どこかのネジを締め、いや、まだ、や、途中やから、途中やから。え？え？締め忘れてないよね、俺別に。外側だけだよね、あとね。これで完成じゃない？あ、できた、できた、よしよし。うん。なんか、あの修理して完全に、あ、治ったと思って、最後にネジが1個余ってたりとかすると。あるよね、そういうこともね、うん。カメラをヘレナに渡しながら、内心では羨ましくてたまらなかった。私なんて使い捨てカメラなのに。うん、まあ、いいじゃないですか、別に。そのうちスマホが流行り出しますよ。初めてパリに行った時に手に入れたものよ。1958年の限定版。この機種では初めて作られた。給料3ヶ月分の値段だったけど、その価値はあったわ。いいんですかね、やっぱカメラね。ヘレナの給料3ヶ月分がいくらなのか想像もつかないけど、まあ私の手の届くような額じゃないのは確かだ、うん。でも変だ。どうして私たちが同じホテルに泊まってるんだろう。ここを選んだのは安いからだった。それに雰囲気も明るいから。でもヘレナならもっといいところに泊まれたんじゃ。ミステリーですね。うん、ヘレナは何度か試しにシャッターを切り、満足がいくまでカメラのセッティングを調整した。完璧な仕事だわ。この街にもちゃんと仕事のできる人が少なくとも一人はいるってことね。 あなたみたいな人を紹介してくれるなんて、いつもダメダメなカルメンにしては珍しいわ。妹をそこまで低く見てるなら、なぜヘレナをわざわざやってきたんだろう。うん、どうなんだろうね。
何週間も連絡をよこさないくせに、やっと電話をしてきたと思ったらお金を送ってくれなさんて、うん、次に私からお金を借りるときは先にそれが時間の無駄じゃないことを証明してもらわないとね。どうも雲行きが怪しい。ハリケーンヘネラの上陸にカルメンが備えていることを祈るしかない、うん、なんだろう、まだちょっとわかんないね、どういう展開になるか。続けます。次は、まあ、修理自体はそんなに難しくないですね、今のところね、暗い先行き、はい、カルメンの店に着く頃にはベラリーバの空高くに太陽が上がっていた。外からは相変わらず静かに見えたけど、中に入るとカルメンが必死に掃除をしていた。カフェですか。マリア、気にしないで、ホコリを少しでも見つけようもんならヘレナはそこで話が終わっちゃうから完璧主義なんですかね、うん、気にしないで。カルメンは私を見て嬉しそうな顔はしたけど、モップをかける動作にこわばりを感じた、うん、ヘレナみたいな人の基準に合わせて生きるなんてとてもできそうにない、うん、偉いヘレナがなんかね、悪く言われてる。姉さんのカメラを直してもらって助かったよ。壊れた時は怒りまくってたからさ。今回はうまくいってくれないと困るんだ。姉さんにお金を借りられなかったらこの店もいつまでやっていけるかわからないし。カルに案内されて奥の部屋に入るとネオンサインのような部品が置いてあった、うん、カフェを開いた時に作ってもらったんだ。でもどうつければいいか全然わからなくて。つけ方も教わっとけばいいのにね。本来は外にサインがつくはずだったんだ。客が来ないのも無理はない。それだけですか、問題は。ヘレナが来る前につけたいんだけど、やってみてくれる、うん、アセンブル。ここだけ急に。変わったけど。いいよ、いいよ。ちょ、裏も見ておく、うん、どうなってんのこれ。中入ん。ここに、これが入る？違うな。先に表をやるか。ん？何持ったの？ちょっと待って。なんか勝手に線引っ張っちゃったけど。あ、外すんか、これ。とりあえず、分解するか。いや、とこ使ってる道具ドライバーだけなんですけどね、うん、とボンド、よし、ちょあかん、よし、うん、はい、外す、置く、うん、俺どうやって1本目外したんだろうこれ。どうなってんのこれ。これでしょ。ここに、これどこに置くんだろうね。どうなってる？と、ランプ、ランプでしょ？何本あるこれ？ 3 本ある ?4 本あるね。ちょっと待って。これはどこにつけるの？違うな。これもちょっと、え？何から直せばいいか分からへんこれ。よいしょ。こっちにこれつけるでしょ。これもつけるでしょ。うん。で、裏に電源が いるはずだから。ここにつけるんじゃないかなと思ったんだけど、だからこうこうこうつなぐんだと思うんだけどね。違うのかな。こうしてここ、違うな、分からへんなこれ。これは別に壊れてないんでしょ。こっちにつける、もしかして。
ここに ちょっと待って、これがどこにはまるかわからない ちょっと待って、わからんぞ。直し方は、ここ裏につけんのかな。裏は、あ、ちょっとなんで外れんの。ちょっと待って、勝手に外れる。こうつけて、これがこうでしょ。ここの穴は何なん。え、ここと、え え、これ分からへんぞ。どうやって直すんだ。あ、ボンドか。ボンドでくっつけるのか、これ。あ、これを忘れてんのか。なるほどね。ちょっと、ちょっとずらして。はい。あ、こう、あ、ボンドでした。あ、びっくりした。で、電源があるから、こう。こうつなげるしかないことない。ついたね。ついたね。だ、蓋閉めるよ。よし、 OK、 うん、ちょ待ち、ちょ待ち、ちょ回転、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 回転は、あれ、よし、こうね、うん、で、どう、あとは何、え、なった、え電源押すの、ちょっと押した、はい、ついた、うん、いいでしょう、これで。なんていうかな、ちょっと地味なんだよね。光ってれば人の目にも少しは止まるよね、うん、何これ、え、え、何これ、え、ちょっと待って、先に言おうよ、そういうの。なんか追加すんのこれ。ここに穴が開いてるから、そう、確かに気にはなったんですけど。よし、もう一回あんの、分解すんのこれね。よし、ちょっと待って、ちょっとこれ回転が難しい。よし、よし、で外すでしょ。あ、ここにつけるの、ボンドやな、これは。だから、はい、ボンド適当でいいんだろうか、もう。で、はい、つけて、あ、これが余ってるもんね、だって配線が、これを抜く、ここつける、もうこうじゃないの、違うの？え、違うんかな。え？え？まだ何か必要だね。うん、これを使ってみるのはどう？なんのかい、そん、最初に出してよ、それを。だから。後から出すんじゃなくて、アイス？カフェでしょ？あれ？え、どうすんのこれ？これを外してか、一回、もしかして。文字はいいよね。この周りじゃない？どっちかっていうと。どこにはめんの？でも。基板を先はめないかな。あー、なるほどね、はい、こうして、あ、ボンで忘れた適当はい、し、ある、あったね、なら、ここをこうして、こうして、これで一応つなぐ、これ点滅なんだ、なるほどね、なら、あー、ひっくり返して、アイス、どれ、
え？どれでもいいってこと？これでかいよな。これ以外もつけれんの？関係ないな。どれかだね。カフェでしょ。季節がいつなんか分からへんね。これにしよう。これで評価変わるのかな。よし。これでいいんじゃない？うん。ちょ、外しちゃった。よし。で、繰り返して。うん。まあいいんじゃないでしょうか。いいよね。うん、これで全部を組み立ててみるよ。そしたら準備完了。よし。はい。ネジ。ちゃんと回転させないと。よし。はい。よし。はい。OK。で、ネオンサインね。よし、完了。あれ？え、ちょ、カーソル出てこへんねんけど。あ、びっくりした。はい。よし。サインを修理して、から外に出てカフェのドアの上に取り付けた。こんな色じゃなかった気がするんだけど。よし。バッチリだよ、マリア。イメージ通り自分、作ってもらった時は自分で取り付けられると思ったんだけどね。全部諦めるなんて考えたくないよ。まだ頑張りが足りないのかな。カルメンの笑顔が凍りついた。うん。私の肩越しに何かを見ていた。私も振り向いた。お姉さんが来た。なるほど。私の妹は町で唯一のカフェを経営してるのね。まだオープンはしてみたい、してないみたいだけど。うん。何はともあれ、ヘレナが到着した。何そのまとめ方。カルメンは説明しようと口を開いたが、ヘレナはそのまま通り過ぎた、うん、彼女は入り口で立ち止まりカルメンに向き直った。まずこのみっともないサインを外すことね。うわぁ、ね、すごいね。いきなりダメ出しされた、うん、そう言うとヘレナは店の中へ消えた。カルメンがお店を、うん、救うチャンスまで一緒に消えてしまわないよう私は心の中で願った。うん。え、あかんかった、あかんかったかな、うん、てか俺はアイスじゃなくてグラスつけたつもりだったんだけど。よし。うん。まだすっきりしないですね。よし。まあじゃあ次行きましょう。